大阪さんには負けませんって言ってしまったら入ってますよ。まあ、おっしゃるような発言ですから。今回の補欠選挙、ああいう形での補欠選挙でありまして、私たちからいたしますと、何としても候補者を擁立をして、これに勝ち抜いてまいりたいと、その思いであります。幸いに自民党は候補者擁立はしないと、私は前から申し上げておりますように、こういう時には自民党は謹慎しているべきだと、その通りになったということはいいことだと思います。私たちは今最終調整をいたしておりますけれども、いろいろ国政選挙あるいは地方選挙で地元の候補者を応援してこられた、まあ、政治的にも考え方のしっかりしている、そしてまたしっかりと演説のできるある女性候補者の擁立を目指して今頑張っているところでありまして、なんとか近々で発表させていただきたいなとこう思っているところであります。私どもの党で決定をいたしましたら、自民党に対しても公明党に対しても支援の要請はいたしたいと思っております。いわゆる皆様のメディアの報道によりますと、大阪維新の会が候補者を出すということのようですが、京都の方々に聞いてみますと、京都3区は大阪維新の会はそんなに、私どもにとっては受け入れられる党ではないと。私どもの歴史を考え、京都の歩み方を考えると、むしろ日本の心で出してもらってる方がいいと、そうすれば私たち保守系も日本の心の候補者を応援しますよと、こういう声が現実寄せられております。はい、少なくとも順風の選挙であったであろう前回の大阪維新の戦いでも、京都3区は2万3000何がししか取れてないと思うんですね。で、自民党がおそらく5万6000か7000かちょっと忘れました。それ考えると、先ほど言いましたように、京都気質と大阪気質違うといういろいろな話聞いておりますので、大阪には行かないと。そうすると、さっき言ったように考え方もしっかりして、若くてもちろん行動力もあって、今までどちらかというとですね、ファミリーで応援してきた候補者はもちろんうちの党で今まであの区候補者いたわけじゃありませんから、その候補予定者のご家族はみんな自民党を応援してきてるわけですよ。ですからその辺は地域の方々はよく承知をいただいておるわけでありまして、なおさらそのことも強みの要因だと思っております。大阪さんには負けません。まあ、私たちの日本は男子継承でずっと天皇皇室制続いてきているわけでありますから、国民の皆様にもおおむね 100% とは言いませんが、ほとんどの日本人にご理解をいただいておるわけでありまして、決して女性差別というような表現で言われるということではないと思います。それぞれの国の伝統歴史、また広い意味での文明文化の大きな表れが天皇制皇室制度だと思っておるわけでありまして、私たちの日本はよその国から
どうのこうのということで批判されるいわれはないと、私たち日本人、独自の仕組みでありますし、私たちはむしろ国連のその女性差別委員会の方がの考え方の方が偏見だとこう思います。ただ少なくとも国連の一つの組織である限りはもっと多角的な情報をしっかり集め分析して正しい判断をされてほしいと、あんな国連の一組織が間違った判断をされるということならですね、私たちも国連というのは何なのやと、何ぞやということだと思うんですね。参議院選挙の公認について議論を行いました。一次公認はこの12日の党大会で発表いたします。党大会の議案についても皆さんに報告をいたしました。なお5月16日に党主催の政治資金パーティーの開催も決定をいたしたところであります。3月6日に投開票が行われました三沢市議会議員、我が党公認で出馬をいただきました情報寺森政候補、残念ながら落選となりました。応援していただいた皆様には心から感謝を申し上げます。なお、午前中に開催した国対政調合同会議に続いて議員総会で法案の賛否を決定をいたしました。各法案とも賛成ということで、臨みます。児童扶養手当法改正案、それから再処理等拠出金法改正案、再エネ特措法改正案、漁船損害等補償法及び漁業災害補償法改正案、以上の法案であります。なお、選対会議では先週に引き続き、公認候補者の擁立状況やスローガン、政策案などについて議論を行いました。なお、週末は5日に福岡、6日に滋賀にて慰福懇を行いまして、多くの方々にご来場をいただいております。私からは以上でございます。